ニューギニア長首亀は、ヘビクビ亀か長首亀族に分類される亀。種小名のビギニーは、ニューギニアのノイ。現在は、ニューギニア島固有種だが、ニューギニア島固有の長首亀族は、本種のみではない。模式標本の産地はパプアニューギニア。インドネシア、パプアニューギニア校長22センチメートル。背後は、上から見ると、細長い卵型。第5。 C パ板は縦幅よりも横幅の方が大きい。第1円パ板と第2円パ板は同じ大きさもしくは第1円パ板の方が大きい。生体は廃校のパ板にシワが入る個体が多い。廃校の色彩は黒や脳褐色。復興は大型。喉パ板と喉ンパ板の継ぎ目は健康板と喉ンパ板のシームより長い。 また、喉乾杯と喉乾杯のシームは、喉乾杯と健康版のシームより長い。復興の色彩は、一様に単行色や褐色。頸部の長さは、校長の55から60%で、長首がめ属内では、平均的もしくはやや短い。頭部、四肢の背面は黒く、覆面や噴汰、鼓膜は白いため背面と覆面のコントラストは明瞭。体は、 復興、頭部や四肢の覆面が黒一式で、黄色やオレンジ色の反紋が入り子の反紋が、粉炭にも入る。成長に伴い黒い部分は消失する。本種から1994年にインドネシアの個体群が、マコード長首ガメパプアニューギニアの個体群が、プリーチャード長首ガメ2002年にオーストラリア北部の個体群が、 カンナガクビガメとして分割され独立種となった。流れの緩やかな河川や故障等に生息する。植生は動物食で魚類、昆虫類,類、甲殻類、貝類等を食べる。繁殖形態は卵生。インドネシアでは政府により保護動物に指定されている。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。 以前から輸入されていると思われていたが、実際には、本種の名前で流通していたのはマコードナガクビガメ、だった。最近になり本種そのものも流通するようになったが、サルシフェラやイプナビ等の別の名前が付けられていた。流通量は少ないが、主に繁殖個体が流通し日本国内での飼育か、繁殖例もある。ありがとうございます。